犬丸天満宮は、大分県中津市県丸にある神社、旧社各は豪社。伝承によれば、神社のある当地は、菅原道真が左遷されて、太宰府に向かう途中で、暴風雨に遭遇し難を避けるために、縁起元年2月に当神社近くの海岸から、九州へ上陸して3.7日間滞在した場所とされている。九州の諏訪灘沿岸には各地に、 同様の道真の上陸譚が伝わっているが、当地の伝承は江戸時代に貝原駅剣が表した多財府の天馬宮古見にも記されている。神社の創建は、天略十年に道真の孫の還元文治が村上天皇の命を受け、道真上陸の故地である当地を訪ね、宮の寺に池を掘り中に社殿を設けるよう命じたことを発祥とする。この犬丸の地で、 道座猫、文字工が読まれた和歌が残されている。江戸時代には、中津藩藩主小笠原家の信仰が厚く、遠方八年には、第二代藩主、小笠原長勝から御心像である、御客天神の寄信を受けている。また、道座猫は、レンガの神様でもあるとして、歴代の中津藩主が、レンガの催しを開かれた。観光が腰掛けられた。 止め上師が祀られ、良きことを止めるパワースポットとして、合格祈願者が集う。国会長大祭は、五心臓である、五客天神を特別に公開する神事である。小笠原家から五心臓の寄進を受けた、翌年の遠方九年に始められ、現在に至るまで続いている。この大祭は、道真が二十五日生まれであり、鳥の嘘が道真の使いとされることから、二十五年目ごとの、 取年に開かれる。近年の開催は2017年3月24日から26日。顧客天神は木造で台座を含めて高さ約30センチメートル。毎年10月下旬に行われる。ハサミ箱、ケアリ、カサホコ三期、新与党からなるの大名行列が本殿から道真が上陸したとされる観光五着線9席を経由して、 ご旅書までを往復して巡行する。ありがとうございます。